こんにちは。ただいま8月20日の10時です。これから私たちは御厨駅に行きますよ。御厨駅って、どこでしたっけ？東海道線の袋井駅と岩田駅の間に、今年3月14日に開業した駅ですね。確かその日にも、高輪ゲートウェイ駅。確かに開業してましたね。でも今回は御厨駅ですね。長崎駅に全く同じ名前の駅がありますが、今回はそちらではない静岡県の方に行きます。新駅の方ですか？ピカピカの駅を期待。まだできて半年も経ってませんからね。袋井、岩田から数分で到着しますよ。眩しい。あら、ここが御厨駅ですか？まだ開業から半年も経っていないこともあり、どうも発展途上という雰囲気です。静かですね。この雰囲気は悪くない。どこまでもホームが続いていますね。さて、いよいよ電車が発車してしまうそうです。211系という電車だそうですね。浜松へ向けて出発していっちゃいましたね。この211系という車両も、JR 東海からの引退が発表されております。まだ211系の引退は始まってませんが、記録するならお早めに、です。この駅にやってくる期間も残りわずかですか？時代の流れをまた感じる。では改めてホームの様子を見てみましょう。シンプルで、はっちゃけた感じはあんまりないですね。ホームは他の JR 東海のそれと大きな差はないですね。強いて言うなら、新幹線が近くを通るためか近くがコンクリート壁になっていることでしょうか。関南を位置としている CA ナンバリングは御厨駅では30となってます。階段を上がって改札前に来たそうです。やっぱ綺麗。この新はさすが新駅といったところです。ピカピカでいいですね。夜メロンが言うには他の JR 東海の駅と比べてもあまり独特な点はないだそうです。ほう。そしてこれが今登ってきた階段ですね。別角度からも見てみましょうか。はい。ちょっと改札寄りの方にやってきました。この御厨駅、静岡県内の東海道本線新駅で実に19年ぶりらしいです。一つ前はどこの駅だったんですか？掛川と袋井の間にある愛野という駅ですね。ここ御厨の2駅隣です。結構近い。お、看板に何か貼ってありますね。ちょっと見てみましょうか。爽やかウォーキング中止のお知らせでした。ちゃんとバリアフリーに対応しているのが現代の駅っぽいですね。さっき降り立っていたのが2番線でしたっけ？ 1 番線は、静岡とか沼津とかに行く。さすが東海道線、主要駅ばかりですね。全体的にやはり綺麗な内装してますね。さすが新駅。もちろんと言うべきか、反対側の番線にもエレベーターがあります。というわけで改札の外に出てみました。ところでこれ、わざわざテレビを使う必要ありました？どうやら利用者からは不要らしいです。ちょっと見づらいかも。そして改札の数は、3つですね。窓口みたいなものもありますね。自動券売機ですね。ここと自動改札の間には JR 全線切符売り場があります。そういえば切符運賃表はどこのあたりまで載ってるんですか？主要なところだと富士や静岡、豊橋や刈谷あたりですね。名古屋や沼津は載ってませんが。さすがにそこまでは載ってませんか。広角カメラで撮った写真ですね。こちらも見ていきましょう。規則正しいタイル張りと開放的な空間。利用客が少ないという御厨駅の悪口はやめてください。そんなつもりで言ってるわけが。そういえば自動販売機がありますね。よく見たらアイスも売られてませんか？そうですね。アイスも売られています。それと別にドリンクの自販機も当然あります。一つ気になったのは、片方だけ IC カード対応しているように見える点ですね。片方だけって気になりますね。ホームを上から見下ろすとこんな感じです。ちゃんと屋根がついてますね。外側は止まるの。そもそもこの辺普通列車しかないです。ほう。そんなわけで外に出てみました。何やら工事の囲いがありますね。エスカレーターの工事だそうです。駅の周りはこんな感じですか？一応マンションは建ってる。ですがマンション以外に何か目につくものはさほど。一応もろもろは整備されているみたいですね。整備されているのがいいですね。トイレッ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 ト。ちょっと残念ですが、もう時間がないのでそろそろホームに戻りましょうか。また階段で改札買いに行くのもなんですし、エレベーターを使ってみましょうかね。誰も乗ってなさそうですし、いいんじゃないですか？乗った。M2 階行きですね。反対側のドアが開くパターンって割とよくありますよね。
夜メロンがドアを閉めたみたいですね。ここからさっきの改札階へ。F2階です。え、早っ。このエレベーター、驚くほど短いんですよね。スロープでもいい気がする。本当にさっきのところに戻ってきた。とても短いエレベーターでしたね。こっちは別の出口につながる通路ですか。また短いエレベーターがある。そしてここに西口があります。こじんまりとしていますね。さて、あっちまで行きたかったのですが、次の電車が1分後なので無理そうです。せわしいですね。タイトなスケジュールを組むのは良くないです。教訓。もう御厨駅で撮った動画がなくなってしまったので、そろそろ締めといたしましょうか。そうですね。今回は高輪ゲートウェイ駅と同時に開業した御厨駅に行ってきたという動画でした。綺麗だった。綺麗でしたね。今後に期待ですね。そうですね。じゃあ今回はここまでといたしましょう。また次の動画も見てくださいね。ところで夜メロン。はい、なんでしょう。9分後にも電車が来るのになんであんな急いでたんですか。あれはですね、行きたいところがですね、個人的にですね、ありましてね。南口取れなかったじゃないですか。それは許してほしい。無料だよ。928号アラブ総国連邦。